圧倒的主人公ボイス、かっこいいな。めっちゃかっこいいワードきたな。全知全能なんですよ。なるほどね。そうなんですよ、はい、河村隆一のソロ、これ歴史が変わった歴史だな。日本史に載るやつですから皆さん。この番組はこのスポンサーでしょうな。お送りします。回ってます、先生。回ってますか。すでに回ってます。いやー、またね、また来ましたね。ここは東京でございます、先生。そうっすか。そうっす。今日わざわざ、あ、すいません、来てもらってありがとうございます。はい、マイスクリーム講師のディズニー様本と、はい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いします。どうもー。クロム福岡ということで。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、ということで、これ今日撮影1本目ですね。今日もね、いっぱい、盛りだくさんですか。もう、はい、いっぱい出ましょう。今日1日かけて。いいっすね、いいっすね。そのうちの、今日1本目の動画を、お送りしていきたいと思うんですけれども、はい、もうこのテーマを、うん、もうやりたくてしょうがなかった。ずっとね。ずっと。やりたくてしょうがなかったテーマがあります。日本の誇る、うん、三大レジェンドロックボーカリストたち。よし、我々の独断と偏見で、もうね、そうです、はい、まあ、分析だったりとか、はい、解説だったりとかをお送りしていきたいなと思っておりますと。これをやりたかった。もうこれを1本目にやって、はい、もうテンション爆上げて、そうね、この後の撮影を、そうです、ね、もうテストセロン全開でいきましょうと。いいですね。いうことでございますよ。はい、まあ、今のそのタイトルコールの通りなんですけれども、うん、まあ、日本にはたくさんのアーティストが、そうですね、いますけれども、うん、まあ、我々、うん、ロックが好きでしゃあないと。そうなんですよ。もうね、米とロック食べて、ね、こんな感じになっちゃった。ロックおかずに。ロックを、ね。そうなんですよ。米食べちゃった。もう、あ、いや、主食がロックですね。主食ロックで。そうそうそう。やってまいりましたけれども、そのロック界、まあ歴史が深いですが、うんうん、まあ、牽引してきた、ボーカリスト、はい、まあまあ何もいますけれども、います。ちょっと今日心苦しいですが、はい、ちょっと一旦3人に絞って、こちらの方はですね、声帯の専門家、はい、まあ、ミックスボイスとかのですね、専門家の方でいらっしゃいまして、僕、ボイストレーナーなんですけれども、まあ、そんな二人の視点から、うん、お届けできる情報とかですね、たくさんあると思いますんで。めちゃくちゃマニアックな。めちゃくちゃマニアックですよ、はい、本当に。なので、ぜひ最後まで見ていただけると、今日ご紹介するアーティストさんお好きな方もそうですし、うん、ボイトレ頑張ってるとか、歌好きな方の参考にもなると思うんで、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですと。このチャンネル、こんな感じでボイトレ関係のお話ですとか、あとリアクション動画とかですね、日々お送りしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。あと先生もチャンネルやられてますんでね、概要欄の方からぜひチェックよろしくお願いしますと。ということで、じゃあ参戦、いっちゃいましょう、はい。さあ、ではじゃあ本編いよいよ、いよいよ、そうです、やっていきたいと思うんですけど、はい、まあまあ今一度ですけど、はいはいはい、今日参戦ということで、うん、たくさんのアーティストがさんがいらっしゃる中で、うんうん、まあ、あえての3人ということなんですけど、まあ、これまでやってきたし、そう、いろんなアーティストさん、それこそね、稲葉さんとか、西川さんとか、まあ過去の動画いろいろ参考にしてほしいんですけど、はい、やってまいりましたので、まあ、今回はちょっとロックというジャンルに絞って、うんうん、でかつやっぱ今までとちょっとこうやっぱ重複しないようにとか、うん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 、あとちょっとここの好きよね。好きピが入っちゃってるっていうのはありますよね。ちょっとやっぱりね、ちょっと主観もごめんなさい。許してるかもしれないです。許したらね。そう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 。これ許してほしい。好きがね。人間なんでね。はい、はい。許してほしいというところもありつつで、うん、じゃあちょっと一人目から紹介していきたいと思います。はい、じゃあ先生一人目を発表お願いしていいですか。はい。はい。もうね。はい。はい。青春ですね。おグレイの。おティルさんです。おー入りますわね。はい。もうこれはね。青春ですか。はい。もう、その時代ですから、ね。いや、そうですよね。我々っていうかね、まあ僕は。まあまあまあ、でもまあ僕も、ね、僕ら世代も、うん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 、その、ドンピシャかぶりではないかもしれないですけども、はいはいはい、全然ストレートだと思います。全然ね。はい、ストライクゾーンに入ってくる。もう、すごい。はい。思いますよ。はい、これ今まで、うん、他のアーティストさんでもやってるんですけど、はい、やってきましたね。はい。テーマというか、その人の特徴を表すと、うん、はい、どんな文言になりますか。わかりました。はい。てるさんはですね、はい、圧倒的主人公ボイス、かっこいいな。めっちゃかっこいいワードきたな。そう、圧倒的主人公ボイス、もうね、王道言ってるんですよね。それはめっちゃわかりますね。だって、うん、もうグレーの曲聴いて、てるさんの歌聴いて、うん、これだってなるでしょ。確かに確かに確かに、うん、これなんだよ。バーってさ、確かにもうモーゼみたいな感じでガーって実感、海が開く、そうなんですよね。道筋が見えるんですよ。これだ。あ、でもわかるな。そう、わかります、わかります、うんうんうん、だからもう、うんうん、これがテルさんだって、これがグレーだってね、うん、説得力ありますよね。そうで、もうなんていうの、まあ落ち込んだ時に聴いても前向けるっていうかね。確かに確かに、こう上向けるというかさ、うん、それぐらいなんかこう
なんかそのロックがこう味方になってくれるっていうかね。確かに、こう、うん、心に直接入り込んできますよね。心にね、そう、うん、一緒にこうね、行こうぜみたいな。確かに確かに。うん。浸りたい時は浸れるし。だからもう少年誌の、もうあの、主題歌全部いけるんじゃないかと。いや、いけますよね。めっちゃわかりますよ、めっちゃわかります。やっぱね、さっきもあの、一応予習として、あの、今回の淳さんの曲聞いたじゃないですか。聞いた聞いた。グレーさんの曲とかも聞いた時に、うん、やっぱこれ来ますよね。で、俺、イントロで上がるんですよ。そう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 。まあ、歌の、歌なんだよ。歌なんですけどね。もうイントロの、そのね、うん、もう最初からもう、あーってね。だからまあ、ね、その、もちろんね、発声で言うと、はい、まあ、これはこれで、まあ、素晴らしくて。はい、そうですね。まあ、なんていうのかな。まあ、その、圧倒的主人公ボイスって僕ちょっと言わせていただいたんですけど、はい、まさに、その、まあ、ためらいがないというかね、はいはい、こう前に突き進んでるような、本当にそうですね。推進力があるというかね。めっちゃわかります。なんかこう、後ろじみてないというかね、うんうんうん、こう後ろめたいというか、こう引っ込んでるというか、はい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 、ちょっとこう、開けてますよ。うん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 。パーンって開けてる。パーンってね、こう前向きなんですよね。いや、めちゃくちゃわかります。発声にもですね、うんうんうん、ためらいってですね、うん、こう声帯の、まあ、振動にというか、はい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 、フォームにね、こう現れてくるんですよ。わかりますよ。もちろんそれもいろんな意味でいい個性になってくるんですけど、かるまあ、テルさんに関して言うと、突き抜けてる感じがあるなというかね。いいですね。ポップスでそれやられると、これもう前向いちゃうっていう。向いちゃうのはしょうがないよ。しょうがないっていうかね。いや、めちゃくちゃわかりますね。はい、ためらいないのめっちゃ大事ですよね。そうですね。僕もトレーナーやってると思うんですけど、うん、達成中に考えちゃうとダメなんですよね。ああ、なるほど。発生中、どうしようみたいになってると、悩み出ちゃうから。出ちゃうんで、もうその時点で自分の声と向き合えてないので、そのある種ね、向き合ってるつもりなんだけど、逆に向き合えてないので、ためらいがないっていうのはすごい大事。そうですね。喉完全に閉まっちゃうのね、はい、そうなってくると。まあ、それはじゃあ、てるさんも一切なく、うん、主人公ボイスタイル。そう。まあ、理由の一個になってる。そう。推進力ですよ。めっちゃわかります。もう通ってるでしょ皆さん聞けば。わかりますよね、うん、ポンと通ってる。そう。それもグレーの曲もそうですから。これもうね、気になる人は、もう一回、全部聞いてください。聞いてみる。もうライブラリーに全部入れて。ということで、一人目、グレーのテレさん。はい。これ納得の皆さん、結果だと思いますね。はい、そしたらじゃあ二人目。二人目です、ね。二人目。じゃあ僕言っちゃっていいですか、はい、もちろんですよ。もう言いたくて言いたくて、しょうがなかったんですけど。ずっとここにいたでしょ。もう言いたもうここずっと、ずっと言いたんですけど。はい。このチャンネルでは、うん、意外と、うん、こう、口にするのは初めてかもしれないです。意外にね。意外に。うん、ハイドさんです。すいません。はい、もうなんか、噛みすぎて、そうなんですよ。言えないんですよ。言えない。言えなかった。もう今日はもうちょっと満を持して。すごすぎてね。そうそうそう。あえてね、ここで解禁ですよ。そう。じゃあそれを、一言で。あ、言っちゃっていいですか、これ。さん、一言で。これはですね、うん、聞きたい。こんな言ったらお前全部終わりやろって言われるかもしれないですけど、全知全能なんですよ。なるほどね。そうなんですよ。はい。これはもう元も子もねえだろって。確かに。言われるかもしれないですけど、うん、これね、本当にそうなんですよ。うん、本当にね。本当にそうなんですね。はい、どういうことかというと、はい、何でもできるんですよね。これは、うん、これもうマホン君はね、うん、もうまあ、ボイストレーナー界でも、まあはい、これもう唯一無二のね、はい、このシャウトのテクニック。ありがとうございます。持ってますから。ありがとうございます。まあこれある意味、その、まあね、もういろいろなもう、ね、もちろんプロも含めてこの歌手も指導してきて、はい、まあ、いろいろな発声を、こうね、そうです。特殊な発声を、そうです。見てきて、そして自分で体現して、体現して、うん、そうですね。それで言う。それで、そうです。うん、もう、隙がない。隙がないですよね。ないんですよね。全部できるんですよ。これもうほんとクリーンで言うと、うん、もうマオン君に何度もディスカッションする中で、はい、もう、まあどうしても出てきてしまうじゃないですか。そうですね。あの人の発声っていうところで言うと、はいはいはい、お互いもう、考えることが勉強になるんで。そうですね。はい。うん。で、シャウトでもね。はい。すごいですよね。いや、すごい、すごいですよね。シャウトもね、まあ、近年特にですけども、うんうんうん、よりその力を多分入れてらっしゃるので、はいはいはい。シャウトもやっぱりね、すごいんですよ。この間、すごくありがたいことに、ライブを拝見させてもらったんですが、うん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 、もうね、ぶっ通しで、一生歪んでるんですよ。何それって。2days とかやるんですよ、それで。なるほどね。何それって。これちょっとディストーション勝ってる可能性ありますよね。いや、本当に。でも、やっぱ皆さんもご存知の通り、はい、艶やかな。そうなんですよ。どこまでも伸びるクリーム。クリーンあるし、で、めちゃくちゃ高い声出るじゃないですか。はいはい、はい。瞳の住人しかりですけれどもね、うん。でも、すっごい低い声も出るんですよ。老域まで出るんですよ。うん。ウィンターフォールのラストとか、うん、4番街のラストのあたりとか。うんもう G の2番とか、はいはいはい、その辺付近までも出すし、うんうんうん、もうこのレンジと、歪みもいけんのかいみたいな、うんうんうん、とんでもないですよ。だからもう全知全能っていう言葉で表すしかなかったです。ね、好きないです、ぶっちゃけ。もうね、あとは、ここまで来たら、うん、もう、好みっていう。
感じです。もうなんか、なんか、もうね、完成してないっす。そうです。上がってますもん。そうね。なんもないっすもん。もう SSR。そうそうそう。SSSSSR くらい。そうそう。もう S つけれないでもそう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 。そういうラインの方でございます。わかりますわかります。皆さんもまあ、重々ね、そうな承知だと思うんですけれども。これね、僕ね、やっぱりもうマングに何度も聞いてて、何度もディスカッションしてきたことなんですけど、でも僕らの一番、まあ僕クリーンでやってきて、マングがもともとシャウトでこうやってきて、お互い、ね、その分野をこう、ね、今クロスオーバーしてますよね。てるんですけど、うん、それをもうなんか、自然にやれちゃってたと思うんですよ。そう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 。結局どうやったらハイドさんみたいにみたいなところの、ところを常に僕も、まあ謎として、だからまあ、もう、本当に全知全能とおっしゃったんですけど、その通りだなっていうか。本当に、そう、一人で、もう一人で、あの、やっちゃってた。そうですよね。自然と。自然とね。息ついてた。理想があったっていうね。そう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 。すごいですよね。それできるんだっていう。でもまだまだ、なんかこう、シャウトも今後聞かせてくれるっていう。楽しみですね。そうなんです。もう、すごい。もっとやっぱ追求してるっていうか、やっぱりそれが大事ですよね。まあそうですよ。あの、やっぱ周りの、これちょっと、あの、ハヤさんだけではなくて、他の僕の周りで今関わらせていただいてるアツさんそうなんですけど、やっぱり、成長が止まらないんですよ。なるほどね。ほんと。そうですね。だってめっちゃ考えてますよ。うん。これはどうしたらこうなるんだろうかとか。うん。で、それを実践して練習したりだとかで、そうですね。やっぱりこう、日々日々積み重ねて、研究やっぱ重ねてますよね。そういう人がこう集まってくれてるのも嬉しいですね。嬉しいですね。うん。本当に。これはもう外れないということで、ハイドさん、今日はありがとうございました。さあ、はい。ラストですよ。ラストね。三大神なんで。はい。鳥大鳥が。これね、鳥をね、持ってきた理由があるんだよな、これ。なるほど。あるんだよな、これ。そうですね。いろんな理由がありますけれども。じゃあ、ちょっと、3人目を、発表していただいていいですか。じゃあ、僕からいいですか。お願いします。ルナシーの、龍一さんです。大好きじゃないですか。言っちゃった。言っちゃったな。大好きですもんね。はい。これで僕、いろんなとこで言ってますけど、僕もなんかこう、声の専門家やってると、結局、ね、その、どなたの声がとかいろいろ言われるじゃないですか。言われます。僕も含めて言われますよ。まあ、必ずちょっと上げさせていただいてるのもあるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。まあ、でも基本的には、好きです。はい。そうです。好きが入ってるんです。好きです。全員もう皆さん好きです。好きが入ってるのは、もう本当にね。熱が入ります。まあ、それはもう。本当に素晴らしい。いや、本当ですよね。はい。じゃあ、これ一人目、お二人目。はい。ま、てるさんが、まず圧倒的主人公ボイスと。圧倒的のね。もう間違いない。もう言えてみようですね。はい。で、ハイドさん、もう全知全能で。はい。これももう、その通りだと思うんですよ。うん。キャッチフレーズ。はい。じゃあ、最後に。最後。川村隆一さん。隆一さん。隆一さんのキャッチフレーズ。キャッチフレーズ。僕から、お願いします。いただいていいですか。ぜひ、お願いします。これね、めちゃくちゃ考えました。あ、はい。そうですね。もう3日の3晩考えたと言っても。いや、そうです。ここは2人で死ぬほど考えましたから。いろんなアイディア出したよね。いや、ほんと出しました。3日寝ずに考えました。じゃあ発表します。お願いします。完全無欠の、川村隆一です。最終的にね。最終的にね。そうなんですよ。これしかないんじゃないか。いや、そうなんです。いろいろ考えましたよ。結局、もう隆一さんは、もう隆一なんですよ。そうなんですよね。もうヒーローの。RK なんですか、ね、はい。もう RK で。川村隆一さんっていう、もうその、言葉がね、そうそうもう広辞に載るべき。そうそうそう、同じこと言ってました。辞書に、もうそのまま載っけてくれる。辞書載ってます。説明できないんだから。カで引いても、リで引いても。そうそうそう。どっちからでもね。どっちからでも。リンクさせてほしい。そう。本当に。ウィキペディアで飛ぶようにしてほしい。飛ぶ。そう、リンクが青くなってほしい。そうそうそう。これとどういったことなんですか？いや、もうこれはですね、ま、川村隆一さんは、これもうファンの方なら、これわかると思うんですけど、もう、最初から、もう、個性全開で、そして、もう、圧倒的だったんですよ。存在感もそうですし、その歌唱力というか、もう歌唱そのものというか、もう、すべてにおいて、好き、好きですね。それも、ちょっと抑えないぶち抜いてたんですよね。ぶち抜いてた。それがもう、ルナシーの超初期なんですよね。まあ、ルナシーもね、これ語るとね、時期によってもいろいろな、これ変遷がありますから。そうですよね。それちょっと語ると、ちょっと時間ないんですよ。また別の動画ね。時間ないんですが、それはもうとにかく、龍一さんの、この、歌声の歌唱変遷といってもこれ、もう過言じゃないと。僕のイメージは、まあ、トゥルーブルーとか有名なところで。ああ、なるほど。の時とかの、まあ、そのあたりでファンになった方もやっぱり、なるほど。多いと思うんですよ。まあ、ミドル初期ぐらいですかね。その辺で言うとね。なるほど。そういう言葉があるかどうかわかんないですけど。イメージ、僕のイメージは、艶やかというか、艶やかですよ。妖艶ですよね。妖艶。ですよね。一番。
艶があるんですよ。艶があるじゃないですか。キラッてしてるんですよね。かつ、僕のその、トゥルブルーとか聞いた時の印象っていうのは、すごいこう、老が効いてるっていうか、そう。だからそのね、印象なんですよ。クリーンなんだけれど、艶があるんだけれど、そう、それの、カムロイさんのダークさがあるんですよ。ああ、そう、なんか、ここがすごい効いてる。この、キラキラの部分もあるけど、7割ぐらいは結構、そうなんですよ。ダークな。これね、だからね、このキャッチフレーズ悩んだのが、ちょっとね、妖艶なる打天使みたいな、中二じみたことを言いそうになって止められました。ファイナルファンタジーすぎます。ちょっとファイナルファンタジーすぎちゃいました。そう。わかりますよ。僕の印象はそこなんですけど。打天使感があるんですよ。でも時期によって変わるんですよね。全然変わるんですよ。その同じ、そのトゥルーブルーでもロージアでも、もう発声自体を変えてらっしゃるというか、まあこれも無自覚なところもあるかもしれないし、まああえてのところもあるかもしれないですけど。なるほど、もちろん。そう。なので、もう、超初期に関して言うと、もう、シャウトバリバリだったシーンもある。ああ、はい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 。そう、マホロ君のね、まあ得意分野。はいはいはい。そこから、クリーンで、またこう、打天使な感じというかね。はいはい。あんまりね、いらっしゃらないんですよ。他にそういう、まあ今はね、まあいろいろなもう、ロックもね、もう、多種多様にね、まあ皆さん、出だしの影響も受けているアーティストもたくさんいらっしゃると思うんですけど、フォロワーが多いですね。その時期は、本当にその、ダークなロックというかね、っていうのは、もう、出だしの、もう一番かっこいいというか、なるほど、はい、もう大好きなところだったんですね。なるほどですね。そこからまたね、こう一回ポップスに行ってるんですよ。へえ。それが1997年ですよ、皆さん。ね、カウンラルイチのソロ、これ歴史が変わった、歴史だな、日本史に乗るやつですから、皆さん、ね。1997年はね、カウンラルイチのソロデビューの年ですから。歴史だな、あ、ね、そうか、祝日になってもおかしくないです。祝年ですね。祝年っておかしいです。いや。それでそのダークさをポップさにこう持ってきたと。ああ、そうか。その、なんていうかな、J-POP 界としても、まあきっとね、まあその時代生きた人は衝撃をね、まあグラスだったり、ラブイズだったり、衝撃がありましたね。名曲ですね。はいはい。なるほど。じゃあまあそういったなんかその、変幻自在というか、変遷がね、そう。あるっていうところも含めて、つかみどころがないから、ある種ね。ないから、もうワードとしては、そうなんですよね。歌唱のレンジの広さが、個性のレンジの広さでもあり、それがもう、河村隆一なんですよ。っていうキャッチフレーズに、こういうことです。なるよ、ということでございますね。そういうことですね。これは、これもまあでも、ね、皆さん納得の、納得でしょうかね。3人目なんじゃないかなと。さあ、ということで、熱いっす。ちょっとね、ちょっと冷房温度下げときましょう。この後も続くんで。すいませんね。はい、熱すぎちゃって。ちょっと。隙が入ってるんでね。はい。ちょっと、ずっと通して熱かったと思うんですけれども、はい、サンデーレジェンドのボーカリストの、はい、まあ、特徴とかですね、ご紹介させていただきましたというところでですね、はい、ぜひ、参考になったよという方は、はい、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方はぜひよろしくお願いしますというところなのと、あとその皆さんにとってのレジェンド。いいですね。いませんか？ぜひいたら。絶対いますよ、ね。とか。あと、リクエストとかも欲しいですね。はい、ああ、しましょう。この人どうなんとか。やりたい。ルイスさん単体で撮ってとか。そうですね。そういうのも欲しいとかね。そういったリクエストとかもありましたら、うん、ぜひコメント欄に残していただけると、はい、全部、目通して、おりますので、ぜひよろしくお願いしますと。うん、今日もありがとうございました。バイバーイ。